ジャンバティスト・ビオームは、フランスの原楽器製作者、実業家、発明家であり、多くの賞を受賞した。彼の工房は3000以上の楽器を制作した。ミルクールで誕生する。父と祖父は、原楽器製作者だった。1818 18年、ビオームは、フランスは社能の元で働くために、パリへ移った。1821年、フランスはルイピケの娘婿である。 シモンレテのパベ・サンソブール通りにある工房へ参加した。レテの共同経営者になり、1825年にレテとビヨームの名で、クロワデ・プティシャン通りに工房を構えた。ビヨームの最初のラベルには1823年と書かれてある。1827年、ネオゴシック時代の頂点で古い楽器の複製品を作り始めた。いくつかの作品は、 本物と見分けることができなかった。同年、パリ国際博覧会で銀メダルを獲得する。1828年、ロアデプティシャンドールで独立する。ビオームの工房はパリで最も繁盛し、その後20年間ヨーロッパを席巻した。成功の最大の理由は、1855年にイタリア人楽器賞、ルイジタリシオの相続人から、 イタリアの名工たちの手による144兆の楽器を8万フランで購入したことによる。この中にはメシアストラディバリウスと他24兆のアントニオストラディバリの楽器が含まれていた。1858年輸入木材へのパリの関税を避けるためにパリ郊外テルヌ近くのピエールデモアーズ通りに引っ越した。ビヨームは成功の頂点にあった。 1839年、1844年、1855年のパリ国際博覧会で金メダル、1851年にロンドンでザ・カウンシルメダル、そして同じ年レジオンドヌール勲章を受賞した。3000以上の楽器の制作者であり優秀な商人だったビヨームは、その一方で音響効果の専門家であるフェリックス・サバールと、 共同研究を行う才能をあふれる発明家でもあった。革新的発明家として多くの新しい楽器や機械装置を生み出し、特筆すべき例にコントラルトと呼ばれる大型ビオラ、そして高さ3.48メートルの巨大な三支援コントラバス、オクトバスがある。ビオームはまた鉄のパイプでできた弓や自分でけがやができる弓を創作した。 自分で毛がえができる弓の場合、演奏者はあらかじめ束になった毛を購入しておき弦の交換に要する程度の時間で毛がえができた。毛の張り具合は毛箱の中にある簡単な仕掛けで調整する。毛箱本体は弓に固定されており、そのおかげで使用するにつる毛が伸びても全体のバランスは変わらなかった。他の発明品として、スタンホープと呼ばれる小さなレンズを フロックの目の部分に埋め込み、覗くと写真が見える仕組み、ガットンを完璧に、等しい厚みで製造する機械などがある。19世紀の多数の偉大な弓製作者たちがビオムの工房と共同作業をした。ジーン、ピエール・マリエ・ペルソゼ、ジーン・アダン、ドミニク・ペケット、ニコラス・レミ・マイレ、フランソワ・ペケット、ニコラス・モリニー、ヨゼフ・ヘンリー、ピエール・サイモン、フランソワ・ニコラス・ボイリン、 チャールズ・ペケット、チャールズ・クロード・フッソン、ヨゼフ・フォン・クローズ、ジーン、ヨゼフ・マーチン、プロスパー、コラなどが特に名高い。ビオームは革新的なバイオリン製作者、修復家、商人であり、ヨーロッパ全土を楽器を探して旅した。これにより、ほとんどのイタリアの名工たちの楽器が彼の工房に集まった。そしてこれら名器の正確な寸法を測り複製品を、 制作した。ビオームは二人のバイオリン制作者と彼らの楽器からインスピレーションを得た。アントニオストラデバリのメシアとジュゼッペグアルネリデルジェズのイルカンノーネである。どちらもニコーロ・パガニーニの持ち物だった。ジョバンニ・パオロマ・マジーニ、ガスパロ・ダサロ、ニコロ・アマティラの楽器も少ない範囲ではあるが模倣した。ビオームはお気に入りのバイオリン、メシアのコピーを多数作った。 その中で重要な作品を列挙する。The Signature is usually followed by a, W-Incircled JBV, early on, it was W-Incircled JBV, the labels at Lucro Apti Champs Beyond Using the, W-Incircled JBV, which remained the same on 3リュデマーズテルネスラベルズ in addition, most specimens have a number associated with them. ありがとうございます。